本当にこの辺に秘密の入り口があるの？そもそもその読み日新聞会の情報信用できるの？イプシロン、なんだか最近私への当たりがトゲトゲしかありません。そんなことはないわ、気のせいよ。ならいいんですけど。新聞会の情報は信用に値しますし、参照もすべきです。というのも、ここ聖地リンドブルムは女神ベアートリクスを崇める聖教の聖地としてはもちろんのこと、豊富な水源を最大限に活用する貯水ダムが建設されてからは、ミドガルオートに次ぐ一大都市としても発展してきた場所です。その発展の過程において聖地の上下水道は整備され、幾重もの水路が町中に通るようになっていき、結果それに付随して余人には把握しきれないほどに大小さまざまな地下施設の数も加速度的に増えていきました。で、その幾多もの施設の中から確実に当たりを、ディアボロス教団のアジトを見つけ出すとなると、しらみつぶしに探すのはあまりに非効率的ですから。確かに理屈としてはわかるわよ。だけど新聞会が教団とつながっている可能性だってゼロじゃないでしょ。それを言ってしまうと、さまざまな団体が大なり小なり、そもそも教団の影響下にあるとも言えてしまいますよね。ディアボロス教団が歴史の陰で今この時もさまざまな影響を各所に及ぼし続けている以上は、それはまあベータの言う通りね。ですが影響下にありながらも距離を取ったりうまく付き合っていたりと、各社の姿勢も千差万別です。そして読み日新聞会も教団の情報をつかむことはあれど、記事として表に出すことは運営上においては皆無でしたが、まさか教団の情報そのものは残していたというの？資料室は即抹消されてもおかしくない情報の宝庫でした。教団の人間にバレようものならただでは済まないというのに。もちろん内部の人間でも簡単には見られないように厳重管理されてましたけど、この辺は造作もなかったです。資金的に可能であればすぐにでもガンマに新聞会の買収をさせたいほどですよ。ありました、これですね。この街灯の支柱を右にずらして下に引くと、これはディアボロス教団の秘密施設の入り口がということです。見張りに出ているゼータに合流の合図を。早速調査と殲滅を開始しましょう。分かったわ。お前らどこから？見張りもたるんでいるわね。外からは見えない空間をずっと見張り続ける、よほどの人間でなければ気持ちも緩むというものです。待って、この埃の中を何かが突き入ってる跡、車輪の轍だ。この先は階段じゃなくて下り坂になってるみたいだね。まさか悪魔月がここに運び込まれてるとか？都市内に悪魔月を回収する拠点を置くというのはかなり大胆ですけど、利便性の観点からは十分にありえます。もしかしたら悪魔月を救出できるかもしれません。イプシロンに来てもらって正解でしたね。まあ備えあれば嬉しいなって言うじゃない。私がいれば解除だってスムーズにできるし。憂いなし
でしょ。ここは二手に分かれましょう。イプシロンとゼータはこの轍の跡をたどってください。悪魔月を発見した場合はその保護と可能であれば解除をお願いします。私はこのアジト自体の調査を行いつつ、教団員を発見次第その数を減らしていきます。了解。分かったけど、ベータ一人で大丈夫なの？ええ、もちろん。それでは作戦開始。大丈夫よ。あなたに頼むのは戦うことや探ることとは異なる仕事だから。アルファ様はこう言ったけど、私の物語では私だって戦うんです。初めて剣を手にした頃は相手を殺すことが怖くて、いつでも怯えて震えてばかりの私だった。だけどもうあの頃の私じゃない。私は私の物語の未来を私自身の手でも切り開く。侵入者だと？遅いです。悟られず一方的に倒す。そう、影に潜み獲物を狩るように。めぼしい情報や記録はこちらの区画にはなさそうですね。イプシロンとゼータの方で何か回収できていればいいのですが。聖教の騎士にしては異様な被り物。この聖騎士、いや、そもそも本当に見た目通りの騎士なの？構えに迷いがまるでない。高度な戦闘訓練、それもかなり強度なものを受けている。最低限の魔力操作だけで巧みに受け流された。魔力の扱い方が教団の兵士とは決定的に違う。そこらの魔剣士とも違って展開と放出に無駄がない。少しでもコントロールが乱れれば魔力を帯びた攻撃に対して防御は紙のように薄っぺらくなってしまうというのに。攻撃も体の急所を的確に狙ってきている。まるで暗殺者のようですが。こいつ何者なんです？